始まりました。ファインスケーターのソフトティーフィナシが出ました。さあね、今日はもう久しぶりの動画ということで、皆さんお待たせしております。こんにちは。はい、ということで、今日はですね、やっぱり今一番ね、うちで話題になっているものといえば、やっぱり替え歌。ありがとうございます。ありがとう、私ですね、パフォーマンスだったりね、替え歌が今ね、各種 SNS でバズっておりますが、やっぱりね、これをうちだけにとどめずに、いろんなところでね、バンバンこう披露していきたいなと思いまして、今日今からお店に行くんですけど、そのお店に行ってちょっとね、いろいろ回って食べたりして、副社長がきらめいたら、それをもうその場で披露しちゃうとか、店のもう拒否されてもですね、無理やりこう店内放送やパフォーマンスしに行くという強行企画になっております。さあどうなるかね、ちょっと分かりませんけども、ね、今日はね、お店に行ってやりたい放題やりたいなと思います。副社長、はい、どうですか。そうですね、コンディション的にはどうですか今日。そうですね、さっき仮眠を取ったのでバッチシです。替え歌のコンディションバッチシということで、ね、今からね、とあるお店に行ってですね、替え歌を披露したいなと思っております。それではいきますよ、せーの、チェックゲッツ。今日行くところ知ってますか。愛の浦です。愛の浦、そうですね、愛の浦。今日今からですね、横ばい愛の浦さんねっていう、まあ、直売所みたいなところですねに、お邪魔して、副社長がひらめいたらもうその場でね、そこマイクないらしいんで、店内放送できないらしいんで、店内パフォーマンスねしたいと思います。ということで、愛の浦に今向かっておりますが、どうですか。そうですね、愛の浦といえば、はい、城島健二ですよね。そうですね、はい。さあ、着きました、こちら、よかばい愛の浦です。よかねー。さあ、ここでね、ちょっともう無理やりパフォーマンスしたいなと思います。とりあえず中入ってね、ひらめきがあるかもしれない。そうですね。それじゃあ、衣装チェンジということで、はい、バッチリですね。バッチリでございます。それでは中入っていきますかね。はい、おしゃれな、これなんかね、インスタで紹介されてましたよね。はい、っていうか、なんかいろいろありますね。おいしそうですね。おいしそう。さあ、ね、早速ね、はい、子供さんたちがね、副社長見つけて、そうですね、今シールを渡したところですね。いや、こちらの愛の浦でもよく見てるというお声をいただいて、はい、本当嬉しいです。いや、よかったですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、どうぞ。なんかね、これね、この前できたっちゃった社長シール。出来上がりました、社長シールです。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ、ソーゲッツ、ジェスじゃあちょっととりあえず、はい、お店を見て回って、はい、でちょっとひらめいたら、そうですね、ひらめいたって言ってもらったら、そこでちょっと歌を歌ってください。はい、わ、はい、かりました。はい、小物入れだったり、マスクだったり、ハンドメイドのね、雑貨とかがいろいろあります。マンゴー杏仁と、ま、ブルーベリー杏仁を一つずつください。見てください、こちらね、ペイペイでもね、支払いもできる。あ、D 払いもできる。すごいな、アイノーラさん、すごいな。ということで、はい、はい、購入したので、そこのね、休憩スペースというのがあったんで、いいね、そこでちょっと食べてね、ひらめくかどうかね。そうですね、はい、もうそこ休憩スペース広いですよ、めっちゃ。いや、広いですね。あ、はい、海が見渡せますね。海が見渡せる休憩スペースです。バイバイ、バイバイ、今度今里に来てね。ありがとう。さっきほど買ってきた。はい。杏仁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 。食べましょう。食べてなんかひらめいてください。そうですね。はい。あ、美味しそうですね。見てください、見てください、これ。ブルーベリー杏仁と。こちらね、マンゴー杏仁ですね。美味しそうですね。こちらね、結構リーズナブルでね、お一つ200円でしたね。200円安いですね。安いですね。はい。いただきます。あ、いいっすね、程よい甘さですよ、これ、うん、うまい、うん、いいっすね、うん、これはね、ひらめきそうですよ。あれ、ひらめきました。ひらめきそうですね、ひらめきそうですね。副店長の東さんは、はい、なんか好きな曲とかありますか。
月なんで、じゃあセプテンバー、あーセプテンバー、シャツナバージョン、シャツナバージョン、シャツナバージョン、ちょっと待って、なんもわからんのよし、そしたらじゃあ美味しかったですね、美味しかったですじゃあその思いを伝えに店内で、あ、ひらめきました、ひらめきました、はい、わざわざ、すいません、わざわざ、すいません、わざわざ、この後見えてるんですね、じゃあちょっと、ちなみにあの紹介してないんですけど、あの副店長のあ、そうそう、紹介忘れてましたね、副店長の東さんで、はい、はい、はじめまして、はい、お世話になります。はい、お待たせいたしております。で、私たちですね、佐賀県は伊万里市から参りました。伊万里市のスーパーマーケット、日本一面白いスーパーマーケット、ファインズ竹田でございます。よろしくお願いします。さあ、先ほどですね、こちらの横浜アイノラさんで、ね、マンゴー杏仁をいただきました。ありがとうございます。マンゴー杏仁をいただきました。ありがとうございます。そしたらですね、マンゴー杏仁を食べたので、私が得意としている替え歌をですね、行かせていただきたいと思います。セプテンバー、セプテンバーね、乗せて替え歌いきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではいきます。よよよかばいあんにんマンゴーあんにん食べたがばいおいしかです。白いスーパーでーす。ファインズ竹田だ、みんな集まれ、いっぱい食べたら明日も竹田行こう。ドゥバダバダバドゥバダバドゥバダバダバドゥバ。こちらはですね、佐世保市アイノーラ町にある生産者直売所でございます。自社でですね、マンゴー、オリーブ、ブルーベリー3つ作っておりまして、今日そのマンゴーとルビルですね。いや、美味しかったですよ、あれね。美味しかったです。あれはね、やみつきになります。なりますね。ぜひ、週一で食べます、ね。よろしくお願いします。はい、ちょっともうシーズンが終わっちゃったんですけど、生の、身はちょっとないんですけど、加工品はまだありますので、ぜひ、ご覧いただいて、ソフトクリーム、召し上がってください。はい。はい、よろしくお願いします。どっかこういうシールね。シールです。このシール、はい、社長シールと、はい、最近できた、こちら出ました。はい、社長シール、こちらをね、どっかお店にね、貼っていただけたら、あ、嬉しいですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。それではですね、また、ここはアイノラストでまたね、次回もね、機会があればお送りしたいと思います。はい、いきますよ、また見て、チュンメリーアイライクピザイエス。はい、全国のお店ですね、はい、マルコさん、店内放送パフォーマンスでお聞きをし、お店がありましたら、私たち、はい、武田一行が迎えます、ね、副社長、こちら、もうお店でいろんなものを見て回ったり食べたりしたらすぐひらめいちゃうんですね。店内放送パフォーマンスで、ね、ぜひ皆さん、コメント欄やね、いろんなところから SNS から、ね、お問い合わせください。よろしくお願いします。